どうも皆さん、おはようございます。こんばんは、こんにちは。サリーでございます。さあ今回なんですけれども、今回のテーマはですね、福岡県は博多区、福岡市博多区について解説していきたいというふうに思います。まあ、中でもこの楽水泳ですね。この楽水泳について皆さんにご紹介できればなというふうに思います。どうです皆さん、楽水泳知ってます？まあ、博多駅から結構近いところにあるので、ぜひ行ったことない方は行っていただきたいんですけれども、ここですね。ここが楽水泳になります。で、JR って書いてるところが博多駅ですね。なんかパッと見た感じ結構近そうじゃねって思いますよね。そうです。近いんです。750メートル、距離にするとね。まあ、歩くと大体どれぐらいでしょうね。10分行くか行かないかぐらいかなというふうに思います。はい。結構いいところで、なので、例えば博多駅とかに来て、まあ旅行とかに来て、ブラブラしてて、ちょっと時間潰そうかなと。なんか絶妙な時間だなっていう時は、ぜひ、楽水園に行ってみてください。で、まあね、こんなこと言ってても、楽水園って一体何なんだと、どういうとこなんだっていうところなんですが、まあ今は、日本庭園みたいな、形で、かつて宿舎として、旅館として使われていたそうなんですけれども、今は楽水園という形で、日本庭園として一般的に開放されています。まあ、入り口こんな感じでいいですよね。なんかこう、日本らしい建物で。で、結構文化というか、歴史の詰まった場所でして、っていうのも、この壁、塀ですね。塀がすごく特徴的で、どうですか？こんな形、模様の塀ってあんま見たことないですよね。なんか近代アート的な塀があるんですけれども、実はこの塀にかなり博多の歴史が詰まってるんですね。どういうことかっていうと、こちらですね。外のところに説明書きの看板が立てかけられてるんですけれども、博多塀と、書かれてますね。で、中身読み上げさせていただくと、豊臣秀吉が博多の町の戦災復興、いわゆる太閤町割りを行った時、神社仏閣や、豪商の屋敷に築かれた土塀というのは、陛下による焼け石、焼け瓦を粘土で固めて作られ、博多塀と呼ばれましたということなんですよ。そうなんですね。まあ、歴史知ってる人からしたら結構、知ってるよっていう話かもしれませんけれども、まあ、織田信長が天下統一しましたよね。まあ、3日の夢で終わりましたけれども、天下統一をしましたと。で、その後、豊臣秀吉が後を引き継いで、全国統一を果たすわけなんですよ。で、この時、九州だけが結構まだ、豊臣秀吉がね、座についた時に、まだちょっと九州の方でゴタゴタっとしてて、まあ、それこそ、島津藩とかね、あの辺が結構九州の中ではかなり強力な力を持ってたんですけれども、やっぱそこでもいろんな藩があったりして、で、いろんなその有力な武将がいて、九州でも同じようにこう争いが繰り広げられたと。で、博多も福岡市も例外ではなくて、で、結構戦火に焼かれて、もうボッコボコにされてたそうなんですね。もうありとあらゆるところで。で、豊臣秀吉が本州の方を全国統一した後に、ちょっと九州、これなんとかせないかなということで、豊臣秀吉が九州にやってきて、まあ、平定という形で、まあ、そこも統一する形になったんですね。で、この時、博多だったりとか、もう町がとにかく焼けただれていると。で、当時から博多っていうのはかなり重要なポイントだったので、その貿易だったりとか、海外のその入り口としてね、かなり重要な場所だったので、ここをちょっときれいにしましょうというところで、太閤町割り、いわゆるまあ区画整理というか、都市計画ですね、っていうのが行われたんですよ。で、その時に、その豪商だったりとか、神社仏閣だったりとか、こうね、こう新たにこう焼けただれたところから、復興していくときに、ちょっと材料がないと。まあ、それだったら、もう一回焼け落ちてしまった瓦だったりとか、石だったりとかを、もう粘土に混ぜてしまって、塀にしようと。で、それで建物の塀ができたのが、この博多塀というところなんですね。かなりこうね、なんでしょう。まあ、かなりこう悲しいというかね、こう争いの歴史の中に生まれたものではあるんですけれども、まあ、かなり遠目から見てもすごく美しく映える壁になってますし、で、意外と僕はこっちの方が耐熱性だったりとか、強度に関してもかなりこっちの方が強いんじゃないかなというふうに思うので、他のところでもね、あんまり楽水園以外で僕は見かけたことがないんですけれども、まあ、結構この形式の瓦っていうのは意外といいんじゃない、瓦というかね、塀っていうのは意外といいんじゃないかなと思ってる次第でございます。まあ、結構全国的に見てもこういうのってあんまり見られるところは少ないと思うので、ぜひね、博多駅に来た折には楽水園の、この博多塀見に来てみてください。で、さらに、楽水園の中身ですね。ぜひ中にも足を運んでいただきたいんですけれども、素晴らしいところですね。入り口入りますと。はい、入り口入ったらこんな感じになってるんですね。日本庭園って結構その門をくぐったらいきなりこう広い庭園をドカーンと見せるっていう形式がまあ一般的だと思うんですけど、楽水園って割とその、なんでしょうね、もともと旅館として使われていたところに付随していた、まあ、日本庭園を一般開放してるっていうような形なので、まあ、入り口は結構こうね、向こう側は極力見せないというような形ですごく厳かな、雰囲気になってるんですね。で、ここまっすぐ行ってもらうと受付があって、で、そこを抜けるとようやくこのように開放的なドカーンと景色が見えるわけですよ。いや、素晴らしいですよね。このギャップというか、入り口がね、
こう、なんでしょう、なんかこう涼しげなこう細道を、森の中の細道を歩いてるような感じで、入り口抜けると一気に開放的で、水もあって活気あふれる、すごく、華やかな場所にこうね連れ出してくれるという、まあ本当にこう構造としても、いい日本庭園だなというふうに、僕は思うわけですね。でかなり安いので、ここもぜひ気になる方は行ってみてください。でですね、他にもこの日本庭園結構なんでしょう、まあ盛り盛りというか、ちっちゃい割にはその要素としてすごく盛り盛りで、日本庭園もいろんな種類があるんですね。その日本のいろんな、名称というかね、なんでしょう、名物となる風景をこう再現した、庭として再現したような場所だったりとか、まあ、あとは枯山水って言って、石と木だけで水は一切使わないっていうタイプの日本庭園とかもあるわけなんですよ。でここは結構そのオーソドックスというかね、より一般的にあるような水も使って池もあって鯉も泳いでて、で木々があってっていうような日本庭園なんですけれども、まあ、ここのすごいところは結構ちっちゃい割には滝があるんですね。はい、なかなかいい音というかね、こう見るとすごく癒されるんですけれども、滝が備えられていて、まあ、下からポンプで組み上げていて、で滝をこのようにして、かち上げるという形なんですね。非常にこう涼しくて、都会のなんかこうね、高田の一角にあるとは思えないような素晴らしい、場所でございます。でですね、さらにここから、日本庭園だけじゃなくて、さっき宿舎としても扱っているというふうに言いましたよね。まあ、このような形で、見ていただくと、そうなんですね、建物の、まあ、受付のところも兼務としてるんですけど、このような、宿舎になってます。で今はここはもう茶室だったりとか休憩所として使われてるんですけれども、中に入ると、まあ、こんな感じでいいですよね。なんかね、これ普通外に出しとくもんじゃないのと、なんかね、忍たま乱太郎とか、まあ、時代劇とかで見るような、あの茶屋のね、 お茶屋さんの、 あの外に出されているようなものなのかなというふうに思うんですけど、これが中に置いてあって、これがまたねちょっとオツでね、電灯もこれちょっと白色に光ってて、電気の形がちょっとね見せられないのが残念なんですけど、すごくこれも和風な感じがあって、すごく雰囲気がめちゃくちゃいいところでした。で僕もお茶をいただきました。500円だったかな、緑茶と和菓子いただけて、めちゃめちゃ美味しかったです。で部屋がですね、結構2つと大きい部屋が、休憩所が2つあって、で3つかな、ちっちゃい部屋があるんですけれども、そこはもう茶室として、使われているので、まあ、稼働されている方だったりとか、茶道されている方がそこで、まあ、お花いけたりとか、お茶やったりとか、まあ、そういう会を開いたりする場所だそうなんですね。はい、まあ、なのでこうフラッと夜にしてもそんなに大きくない日本庭園なので、本当に5分、まあ、5分は言い過ぎかな、10分15分ぐらいで、滞在しても結構、癒されるし、すごく楽しい場所ですので、楽水園行ってみてください。でいつ行ってもいいところなので、そうですね、一応この花情報カレンダーっていうのがあって、僕が行ったのがちょうど6月の終わりぐらいだったかな、道断ツツジがまだギリギリ残ってるぐらいな感じだったので、そうなんですね、結構どんな季節に行っても割と風情ある場所として撮れるかなというふうに思います。大きい桜の木もありましたし、モミジも立派なのがあったので、まあ、春秋はもちろんのこと、まあ、夏に行っても、ね、夏のこの熱々しい博多の都会の中でこういった涼しいところ、訪れて休憩するっていうのもいいですし、冬は冬でおそらくあそこほとんど、広葉樹、いわゆる冬になると葉を落とす、木が多く生えていたので、植えられていたので、なので冬に行ったら逆にその葉が全くついてない風情ある、ね、日本庭園が見れるんじゃないかなというふうに思います。でこの落水園の歴史背景ですね、もうちょっと深掘りしていきますと、建てた方がこの方なんですよ。名前一体何て読むんだっていうふうに思うんですが、はい、この方ですね、下沢善右衛門正親という方です。この方が、この落水園を建てら、まあ、建てられたというか、ここを使って、ここを宿舎にして、旅で訪れた方とかにこう 宿として、泊めてあげてたというような形になるんですね。でこの下沢善右衛門正親なんですけれども、画号というものがありまして、それが落水だったんですね。で画号というのは何なのかっていうと、まあ、いわゆるペンネームみたいなもので、まあ、アーティストがなんかこうね、本名以外でつける、まあ、風雅な、雅な、まあ、名前のことを画号っていうふうに、まあ、言うわけなんですよ。まあ、なので昔のこの、なんでしょう、結構上流階級貴族の人たちって、まあ、こう、茶道をやったりとか、まあ、絵を描いたりとか、ね、歌を読んだりとか、まあ、なんか結構こう、高貴な趣味を、まあまあやってたわけですよね。まあそれがその上流階級のたしなみっていうやつでもあるんですけれども、まあ下沢善右衛門正親もそれに漏れず、まあ画号で落水というものを持っていたので、そこから取って落水園というふうな形で、この建物が、日本庭園ができたという形、ことになっていますね。
で、まあ、それを言うんだったらこの画号つけた、ね、落水って名付けられているこの下沢善右衛門なんですけれども、まあ、さぞかし立派な立場だったんでしょう、お立場だったんでしょう、彼一体何者なのってことですよね。彼ね、どういう人間だったのか、何者だったのかと言いますと、いわゆる博多商人と呼ばれる、まあ、商人だったんですね。お金持ちだったわけですよ。で、実はこの商人の存在っていうのがこの福岡県福岡市博多区ではかなり重要な、まあ、ポジションというか重要な役割を担っていまして、まあ、どういうことかっていうと、もともとこの博多福岡っていうのは、まあ、かなりこう貿易の盛んな国といいますか、まあ、中国だったりとか、韓国だったりとか外向けに対してすごく開かれている場所だったんですね。まあ、それこそ、ね、僕たちも歴史の授業でやりましたけど、金印ってありましたよね。あの漢の名の和の国王にこう授けるみたいな形で中国の方から、金印が授けられて、なんか国として、まあ、認められたというかっていうのがありましたよね。であれが出土したのもあの福岡市なんですよ。なので、まあ、そういったところからも分かる通りで、遣唐使とか遣隋使とかね、あの辺もやっぱり博多湾通って、でそのまま大阪の方に抜けて東京の方まで上がっていくみたいな、まあ、ところとかがあったりしたので、まあ、そういうのはかなり重要な、まあ、ポジションとしてあったんですね。まあ、一番最初に海外の方があの日本に対して入り口として訪れるのは、福岡県の博多ということに、まあ、なってるわけ、なんですね。で、そういったところから、まあ、かつてから こういう場所っていうのはすごく貿易が盛んで、まあ、それこそ、勘合貿易っていうのがね、この辺でも許可されて、行われてたわけなんですけれども、ね、覚えてます？室町幕府がなんかね、この方法で貿易しましょうみたいな感じで、中国とかね、あっちの方の大陸の方と貿易するときはあのお互いに割り符を持っていて、でその割り符があった者同士だけがなんかこうね、貿易できるみたいな勘合貿易っていうのがありましたけれども、まあ、そういったところで、朝鮮だったりとか、まあ、当時明とかだったりしますけれども、そこで勘合貿易をすることによって、まあ、こういった海沿いの地域、特に福岡県の博多だったりとかは徐々に徐々にこう、ね、力だったり力をつけてきたりとか、そういう文化っていうものが発展してきたというふうに言われています。で、まあ、そんな商人の町、貿易の町ですので、非常にこう経済的に豊かで、いわゆるそのね、まあ、今の世界的に見てもそうですけれども、アメリカにめちゃめちゃお金が集中してるとか、あの中国でも一部の富裕層しか儲けてないみたいな、いろいろ話があったりしますけれども、まあ、そんな形で福岡あの博多にも財をとにかくかき集めて、で、そういったところからこう豪商として成り上がって福岡を変えていった3人の傑物がいるんですね。博多三傑というふうに言われたりしますけれども、まあ、ここでは分かりやすく博多三傑というとなんかねちょっとダサいんで、博多の三傑という形で紹介させていただきます。そうなんですね、この博多の三傑すべて武将ではなく、戦士として、ね、戦う人ではなく、お金を持った商人なんですね。これがこの3人が、まあ、博多の基礎を作り上げていったと言っても過言ではないです。で、先にネタバレしておくと、残念ながら落水園の、下沢善右衛門は全くここには含まれておりません。全然関係ないです。同じ商人くくりで博多の三傑っていうのをここでちょっとね解説させていただきます。はい、じゃあこの博多の三傑なんですが、3人ちょっとね紹介させていただきます。1人目が、神谷宗丹、2人目が姉妹宗室、そして、3人目が大賀宗福と、この3人なんですね。この3人の商人っていうのが博多を今の形にの、まあ、基礎というかね、作り出したというふうに言われています。はい、まあね、僕がこう見てたらこいつら全員ファーストネームの頭に衆ってついてんなと思ったんで、まあ、衆の三傑といっても過言ではないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、なんか不思議ですよね。なんでこんなに衆が固まってるのか、当時からこの名前衆ってなんかつけるのが流行ってたのかどうなのかちょっと よくわかんないんですけれども、そうなんですね、全員この衆と友情を入れていて、そうと読むんですけれども、まあ、この3人によって今の博多の基礎が築かれたということになっております。はい、まあ、いずれも多く財を成して博多を導いた人たちということなので、まあ、いずれも本当に多分ね僕たちが想像するにはこう固くないような、まあ、お金持ちだったというところなんですけれども、まず一人目ですね、神谷宗丹なんですが、ね、これで神谷宗丹って読むんかいというふうに思うのがまず、ね、最初の入り口なんですが、まあ、それはさておき、この神谷宗丹一体どういう人なのか、何をしたのかという人なんですが、博多の豪商に生まれたんですね。なので元からお金持ちだったんですよ。まあ、草の根から分けて分けて努力して這い上がって、商人からね、一階のそのなんか農民からなんか豪商になりやがったみたいな、いわゆる豊臣秀吉的な感じかと思いきや、実はそうじゃなくて、もともともう生まれがサラブレッドっていう形、だったんですね。で、彼がやった業績としては、太閤町割りで価格の整理を行ったというふうに言われております。まあ、どういうことかっていうと、まあ、さっき冒頭で言った通り、豊臣秀吉が天下統一をして、で九州平定を行って、でちょっと博多 ねちょっと焼けまくっとんなと、このままじゃあかんなということで、ちょっと町の区画整理をしようと、改めて町として、より強く復興するために、じゃあどうするかってなった時に、その区画整理をする時にこの神谷宗丹
に声がかかって、まあ、いわゆるあの物差しだったりとかを使って、ここはこれぐらいの大きさでこう土地区画をしましょうみたいな、まあ、整備をするわけなんですが、そこの陣頭指揮というか、そこを任されたのがこの神谷総監だというふうに言われてるんですね。なので、まあ、本当にこう町の基礎中の基礎を作り上げたのが、あの形としての基礎を作り上げたのがこの神谷総監だと言っても、まあ、過言ではないぐらいかなり重要なポジションを任されていたということなんですね。まあ、そういった意味で博多をこう導いたというところでもあるんですが、じゃあ経済力はどうだったのっていうところなんですが、まあ、もちろんね、彼はそのね、経済というかその商人としての仕事を全て捨てて、こういった、ま、区画整理をしてたかというと、もちろんね、そんなことはなくて、商人としても非常に優秀な成績を上げております。まあ、その一つとして、まあ、主にメインとしてこの中国の貿易を、この方は、神谷総監はしていた。そうなんですね。で、中国とまあ貿易して財を成した一方で、さらに米の取引の第一人者としても活躍していたそうなので、まあ、かなりマルチに、国内でも国外に対してもかなり大きな影響力というかね、財の成し方をされていたそうなんですね。まあ、米相場って言ったりしますよね。あの今で言うと株式市場とかがあって、そこでね、需要と供給によって株の値段のバランスが決まっていくみたいな、まあ、仕組みがあったりしますけれども、まあ、当時はお米も同じようなことだったので、まあ、そういったところから米相場ですね、そこで、米の取引とかで活躍したのも神谷総監の実績の一つと言えるかなというふうに思います。そして2人目、この方ですね、2人目の衆は姉妹宗室です。はい、じゃあこの方一体何をしたのかっていうと、まあ、この人は結構ね、何でしょう、あの割とドストレートな商人として、財を成した方なのかなっていうところがして、っていうのも酒造りとか金融業で、財を成してるんですね。ちょっと比率が どっちがメインでやってたのかちょっと分かんないんですけど、まあ、金融業といったらね、やっぱりこう、ね、お金を稼ぐという意味では花形の職業ですから、まあ、そういったところをしたりとか、まあ、お酒造りですねっていったところで財を成したというふうに言われています。で、彼の功績としましては、まあ、もちろんその博多の三傑ということで博多の町づくりに尽力しているっていうのは、まあ、もちろんのことなんですけれども、朝鮮との貿易を行って博多から対馬で、朝鮮までの航路を作ったっていうのが、成績の、一つですね、功績の一つか。まあ、朝鮮貿易をするにあたって、なんでしょうね、まあ、決められた当時航路が、まあ、なかったんでしょうね。なので、対馬、島がありますよね、対馬の方から朝鮮の方まで上がっていく時の、まあ、航路を作って、そこをこう整備する、まあ、整備というか、航路をこう作ったことによってお互いに行き来しやすくして、なおかつ取引もしやすくしたということで、まあ、かなり何でしょうね、こう海外貿易との正式なルートだったりとか、あのお互いに共通認識を持てるような状況を作って、そこでまあ安全にスムーズに公正な取引をできるように整備したっていうのが、この姉妹宗室のまあ功績の一つと言えるんじゃないかなというふうに思います。はい、そして最後3人目、この方大賀宗久ですね。3人目の衆は大賀宗久です。で、彼は一体何をしたのかっていうと、博多の再建だったりとか、まあ、町を作っていく中で福岡城を建てたり、建てるのにこう尽力したりとか、いわゆる結構内政的な動きをしたんですね。結構こう、なんでしょう、なんでしょうね、こう姉妹宗室とかは割とこう外向けの力というかね、朝鮮との航路を作ったりとか、まあ、神谷宗太にしてもこう中国と貿易とかね、こう取引をしたりとかっていうのが、まあ、あったりして、まあ、神谷宗太もどっちかというと内政的ですかね、こう町の区画整理をしておく中で、大賀宗久はどっちかというとよりこう政治的な方向で、影響力を持っていた、そっちにこう力を傾けてた人で、まあ、それこそ福岡城の建設を行ったりとか、まあ、あとはあの神谷宗太と同じような形で城下町、その福岡城の周りですね、城下町のまあ整備を行ったというふうに言われています。で、他にも博多寺院の復興とかも、まあ、されているので、まあ、当時ね、お寺とかって言うとやっぱりこうね、権力とズブズブな関係だったりするので、そういったところとかもやっぱりこう大賀宗久の、まあ、立てた功績の一つと言えるかもしれません。で、当然商人としても優秀でして、東南アジアとの貿易で結構財を成したというふうに言われています。まあ、そうですね、神谷宗太が中国とかで、で姉妹宗室とかが、朝鮮ですね、韓国の方と、まあ、貿易している一方で、よりもうちょっとね、日本から見て左の方向ですね、東南アジアの方と貿易を進めていったのがこの大賀宗久というふうに言われています。はい、まあ、以上この3人が博多の三傑というところで、焼けてね、荒廃した九州博多の未来礎を作ったのが、まあ、この3人含め、当時の博多の人々だと、いうことなんですね。で、まあ、当然その、ね、今回は洛水園の紹介というところで、まあ、その洛水園を建てた
下沢前衛門とかもね、あるんですけど、まあ、やっぱりね、この九州平定する前って結構やっぱりその戦乱の世の中、もうまさに戦国時代だったので、彼らの結構詳細な記述が残ってなかったりするんですよね。やっぱりああいうのってこういう人がいました、この人がこういう功績を残しましたっていうのはやっぱりこう文書に書かれてるもんだと思うんですけれども、やっぱりそういうのが全部焼けてたりとかして、下沢前衛門にしても一体どういう業績をしてどういうことをしたのかっていうのがあんまりちょっと調べててもいまいちピンと出てこなかったので、まあ、もちろんね、その博多の商人として下沢前衛門は当時活躍して洛水園っていう立派な日本庭園残してるような人物なので、当然こういった博多の三傑とつながりもあったでしょうし、交流もねあったかなというふうには思うんですけれども、まあそういったね、博多の三傑、博多、今の博多っていうのは礎を作ったのが、当時活躍していた武士ではなく経済力で、お金をいっぱい持っていた博多商人 でその中に下沢前衛門というものがいて、その方が建てた洛水園、博多駅から 750m 徒歩で大体10分ぐらいのところにありますので、ぜひ皆さん興味のある方は行ってみてくださいというようなお話で、ございました。はい、まあ、なかなかね、こう博多とか福岡来てとちょっとね、こう遊んだりとか買い物したりとかして結構時間持て余すと思うんですよ。まあ、僕も一応福岡市に住んでるんですけど、博多の方にもちょこちょこ行ったりしますけどね、旅行で博多に行きました、どこ行くってなったら意外と行くとこないんですよね。そういう時に洛水園っていうのはパッと行けて、で割と短時間でも入れますし、まあそういった日本庭園が好きな人は長時間もねいて、結構そこで非日常を味わうというかね、癒されるっていうこともできるというふうに思うので、ぜひ興味のある方は行ってみてください。ちなみに近くに住吉神社っていうでっかい神社もあるんですけど、そこもぜひね、面白いところなので行ってみてください。でこの洛水園都市、この住吉神社めっちゃ近いので、すごいなんかこう位置関係がすごく分かりにくいのでちょっとね迷いがちなんですが、まあ目印は博多塀ですね。冒頭で説明した瓦がいっぱい詰まった結構近代アートチックな、博多塀が目印ですので、ぜひ皆さんそちらもチェックしてみてくださいというところで、今回のテーマは以上、洛水園ということで、洛水園とその当時活躍した、博多の三傑、博多三傑の3人の博多商人と、博多の、まあ、礎となった歴史というものを紹介させていただきました。まあ、こんな感じで僕のチャンネルではですね、皆さんが知らないような九州に関する、雑学やったりとか、まあ、あとは僕がね結構いろんな全国趣味で行ったりしたりするので、まあ、その時の、まあ、Vlog チックな感じでこういう面白いところがあったよっていうのがね、皆さんに共有できればなというふうに思います。まあ、メイン のフィールドは九州地方ですので、ぜひね、これから僕はちょっと日本の中心は九州でもいいんじゃないかっていうぐらい九州がめちゃめちゃ好きなので、ぜひね、皆さんも九州大好き、九州行きたい、俺九州っ子だぜって方はぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いしますというところで、また次回僕の動画でお会いしましょう。ではまた。